チャールズタウン前景。右寄りのオベリスクはバンカーヒル記念千1890から1910年頃。チャールズタウンはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市北東部、チャールズ川の対岸に位置する地区。1628年に設立され、翌1629年7月4日に入植が始まった。元はボストンとは別個で独立した市であったが、 1874年にボストンに九州合併され、同市の一地区となった。現在のチャールズタウンは、アイルランド系の住民が多く住む地区となっている。チャールズタウンの地形は入植当初とは大きく、変わっている。チャールズタウンネックと呼ばれた、チャールズタウン半島と本土とを結んでいた細い、陸警察は、丘を削り取り、川や海を埋め立てたために広がり、本土の一部となった。 チャールズタウンは、ポール・リビアが、レキシントン・コンコードの戦いの前に、真夜中の乗馬を行った場所である。リビアがよく立ち寄った酒場、ウォーレンタ・バームは、現在でも、このチャールズタウンで、レストランとして営業している。1775年6月17日、チャールズタウンでは、バンカーヒルの戦いが繰り広げられた。この戦いにより、チャールズタウンの街、 および港はことごとく戦火で消失してしまった。その戦いを記念して、実際の戦闘の大部分が行われたブリーズヒルには、バンカーヒル記念塔が建っている。この塔は、資金難の中、1825年から17年もの、歳月を費やして建設されたものである。チャールズタウンは、モールス富豪を考案したサミュエル・モールスの生誕地で、ある。 早々期のアメリカ合衆国において、会員議員、上院議員、及び閣僚をすべて経験したサミュエル・デクスターも、議員時代にチャールズタウンに住んでいた。また、ハーバード大学の設立者、ジョン・ハーバードは、チャールズタウンに埋葬されている。現在、アメリカ合衆国海軍最古の軍艦コンスティテューション号は、チャールズタウン海軍基地に係留されている。 このコンスティテューション号とバンカーヒル記念塔は共にフリーダムトレールに沿った名所となっている。バンカーヒル記念塔はフリーダムトレールの終点である。ありがとうございます。